百田かける常念、常念つかさし、公開討論応じるんで議論で決着つけましょう。百田直樹氏、事務総長に怒られたのでもうやめます。という動画でご紹介した常念さんの公開討論呼びかけの件ですが、朝8の返答がありました。まずは J と K の名前が出たところから。令和6年1月31日、ゲスト飯山あかり、百田直樹、有本香里のニュース生放送朝8時第298回。今も敵方敵方って言うてしまったけど、もう必死ですわ。はい。もう飯山さんに総攻撃ですよね。はい。そうですね。笑うのはそういう中東とかハマスとか全然関係ないのが、同じようにね、飯山、同じように攻撃、それに乗っかってね、飯山さんを攻撃してることですよね。ど素人がでしょ。はい、ど素人が。だから J とか K とか関係ないやん言う。あははなんでか言うたら、飯山あかりをやっつけたら、百田直樹とか有本香里もちょっと困るんちゃう。日本保守党も困るんちゃう。そういう連中がね、同じようにそこ乗っかっとる。うわ、こいつらほんまアホちゃうかと思いますけどね。はい。敵のお仲間を攻撃しろみたいな話なんだけど、それと同時にね、やっぱ彼らがなんでそこでそういうことをし始めるかって言ったらば、東京大学とかそういう権威にくっついとけば大丈夫だろうと思ってるんですよ、とのことでした。常念さんも和也氏も中東のど素人、東大などの権威にくっついとけば大丈夫と思っているということでした。ど素人については飯山さんからの指摘ではないのはびっくりしました。僕のことなんか貧しい老人って言うた人もいたね。なんかお金に困ってるとか、あとね、晩節を怪我してるってよーく言うんですよね。あいつら色ぼけ老人で晩節を怪我してるとかね、よーく言ってますよ、そういうこと。そういえばあれですね、私の番組に色ぼけ老人の長谷川幸宏さんをお呼びして、まあそれから同じようにその日に飯山さんもお呼びしてね、番組で中東問題とかそれだけはないんですけど、いろんなことを話し合った、主に中東問題のいろんな話したんですけど、日本におけるいわゆる外務省の問題なんかも語った。その翌日あの J さんが長谷川幸宏さんを呼んで、そこで J さんが長谷川幸宏さんに対して、飯山あかりはとんでもないやつなんだということを一生懸命釈服しようとしてたらしいね。あーらしいですね。はい、聞きました。ほんで飯山はダメなんだってガーって言うて、ほんで本人は飯山さんの本は一冊も読んでないというね。飯山さんと議論したいとか言ってたんでしょ。何の議論だよって。なんからしいですね。私のとこには別に何にも、あんたと何議論すんだよって話ですね。そりゃそうだよね。ただそれとね、ちょっと真面目にこのニュースのことを言いますとね、とのことでした。ということで返答は、何の議論だよ、あんたと何議論すんだよということでした。以前の飯山さんの反応はこちらでした。聞くところによると、 J がわしに対して討論しようとか言っていたらしいのだが、わしは中東の専門家であり、中東のど素人とわしとでは中東問題についての討論など成立しえない、飯山あかりは負けるのが怖くて逃げ上がったという精神的勝利宣言ありきの挑発なら、勝手にそう宣言すればいい、とのことでした。この時より20時間程度経っていますが、飯山さんに余裕が見えると感じました。百田直樹先生もこの朝8の日の午後につぶやきます。この人何言うてんの、朝8に出ますよって全く出てもらいたくないんやけど、とのことでした。以前の百田直樹先生でしたら即日反応しそうなイメージがありましたが、2週間を経ての反応というのは違和感がありました。こちらの1時間後に飯山さんが引用リツイートされました。誰とは言いませんが、自称議論に強い人で、高圧的に大声でまくし立てて相手を黙らせているだけの人っておりますね。はい、誰とは言いませんが、とのことでした。さらに2時間後にライブも配信されます。怒りチャンネル、この後17時10分からライブ配信します。議論に強い人？議論とは高圧的にまくし立てることではありません、とのことでした。これで議論の可能性はほぼゼロになったと思われます。それはそれとして、朝8というニュース番組で議論をするのはどうかなと個人的には感じます。ニュース解説に議論は邪魔にならないかな、雑音にならないかなと思います。
それとともになんとなく建設的にならなさそうなイメージもあります。議論するならここまでこじれる前、ツイッターバトルの頃にツイッターではなく直接やった方が良かったように思います。ただ保守党として考えると微妙な感じもします。令和6年1月24日ゲスト広沢一郎、百田直樹、有本香里のニュース生放送朝8時第293回。もともと自民党の愛県連さんに公開質問状を出しました。それに対してほぼゼロ回答というか、ゼロというのかマイナス回答ぐらいですよね。木で鼻をくくったようにという、そういう、いや木で鼻をくくったんじゃないですよ。そうじゃなくて文書の形式さえも整えてないだろうっていうぐらいの回答でしたね。はい、というのが来たので、それはあまりにもあんまりだろうということで再質問を出すという、そういう記者会見です。なるほどなるほど。さてその再質問を出すにあたり記者会見開くわけですけど、記者会見後に、はい、前回と同じように愛知県連にそのまま持っていくと、今回愛知県連に持っていくよっていうことをあちらさんに連絡してるわけですよね。そうです。一応いきなり行くのもなんなので、一応事前に明日お持ちしますねというふうにご連絡を申し上げたんですけれども、なんとその回答が、いや応対しかねるのでポストに入れといてくださいって。人舐めとんな。市長が行くんですよ。前回だって私たち連絡してから行ってるんですけどね、あの対応ですからね。だからもしこの時間が対応不可能だったらご都合のいい時にお持ちしますよと、そうまで言ったんですけど、いやいやもういかなる時間でも対応しかねるのでもうポスト入れといてくださいと。なめとんな。ひどいでしょ、とのことでした。もちろん議論の呼びかけとは次元が違うと思いますが、自民の保守党への対応は朝八の常念さんへの対応と趣旨としては近い印象です。言論人としての呼びかけに言論人や朝八という番組として応じない自由はもちろんあります。ただ今後保守党が公党になった際は同じ対応はやりにくいのではというのを危惧しています。保守党×チャンネル桜、水島聡氏、いつでもどこでも私は出かけますし、こちらに来ていただいても構いません。有本香里氏、私の時間は有限、虚偽で貶める場へ出向く理由はありません、という動画でもご紹介しましたが、水島氏は保守党の政策議論を呼びかけておられました。政治団体の間はまだしも、公党が政治団体からの政策議論に応じないとなったら、今回の保守党の公開質問状に応じない件と同じように言われてしまうのではないでしょうか。このあたり、公党になった時の時限爆弾になる気がします。ケンカー君は時限爆弾以外にいい表現方法思いつかないのかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。